18世、勘三郎襲名披露興行中の歌舞伎座正面十八代目、中村勘三郎5月30日から2012年12月5日は、歌舞伎役者、俳優。本名は、波野哲明。屋号は、中村屋。定紋は、角切銀杏、替紋は丸に舞鶴。舞踊名に、藤間勘、通る、さるわか勘三郎がある。子役時代から46年間名乗った全名であるごだいめ、中村かんくろうとしても知られた。愛称は、本名からきた、のりちゃん。所属事務所は、ファーンウッド。歌舞伎役者としては、江戸の世話物から、上方狂言、時代物、新歌舞伎から新作など、幅広いジャンルの役柄に挑み続けたことで知られた。コクーン歌舞伎や、平成中村座を立ち上げ、渡辺えりや野田秀樹、串田和美などといった現代劇の劇作家、演出家らと組んで、古典歌舞伎の新解釈版や、新作歌舞伎の上演に取り組んだり、地方巡業や、海外公演も、精力的に行うなど、その演劇活動は常に、進取的であった。また、現代劇にも、積極的に出演し、特に長姉、波野久里子や藤山直美、柄本明らと組んで出演した、浅草パラダイスは、長期にわたる、人気演目となった。2006年には同じ顔合わせで、よいしょ、の神様にも出演している。父は17代目、中村勘三郎、父方の祖父は3代目、中村歌六、母方の祖父は6代目、尾上菊五郎で、長男は6代目、中村勘九郎、次男は2代目、中村七之助。母方の叔父に7代目、尾上梅光と2代目、尾上九郎右衛門、叔父には6代目、清本円寿太夫、2代目、大川橋蔵がいる。妻、よしえは7代目、中村芝翫の次女で、日本舞踊中村流の2代目、中村梅いよいよは、義姉、9代目、中村福助、8代目、中村芝翫は義弟にあたる。また、次姉、千代の夫は2代目、沢村藤十郎で義兄にあたる。7代目、尾上菊五郎と7代目、清本円寿太夫と、丹羽貞人は、母方のいとこで、部屋後に、生前、三人目のせがれと可愛がっていたという二代目、中村鶴松がいる。また、同世代の歌舞伎役者とも交流が広く、次女でも名前を挙げ、特に懇意にしている役者としては10代目、坂東三五郎、坂東彌十郎らがおり、国運歌舞伎や、平成中村座公演など、自身の公演の脇役としても数多く起用するなど、その信頼は厚かった。しかし2012年、口述の通り食道癌を発端として徐々に体調を崩していき、同年12月5日に、急性呼吸窮迫症候群のため死去した。2013年4月には新生、歌舞伎座こけら落としを控えていた歌舞伎界にあって、その牽引役の一人と目されていた18世、勘三郎の創生は離縁にとどまらず、各界各方面から大きな損失と惜しまれた。ありがとうございます。